こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、クリエをこの手に。キララファンタジア始めていきましょう。随分と早いのだな。今回はメインクエスト最終章、最終章というか、まあ、おまけですね。こっちおまけといっても話は結構本格的なもので大変です。進めていきたいと思います。一緒に頑張りましょうね。キラマックスデラックス召喚、10体全部星5キャラ、8月5日までか。これやったら貯めといた方が良かったよね。しまった。中野あずさです。親がコーナーで差をつけられてしまいます。ややさんが食べさせてくれたそば、美味しかったです。まあ10体はいるんですけどね。おはよう。さあ、私がよくできました。戻りました。これで大丈夫でしょうか。すごいわ。戻りました。よくできました。任せて、行ってくるわ。私でいいの？わかった、行ってくるね。では行ってまいります。すみません。ありがとう、助かった。休日くらいは勉強のことを忘れたっていいよな。はるかのお尻はとっても可愛いお尻だと思います。息やっぱり使っちゃうのは良くないな。このあたり振り返りです。キャラシナリオまずやっていきましょう。クラーメロ町の椿、春原椿、いいじゃないか。はい。ふんふん。あの、うん、すごいです。そう？はい、とっても嬉しいです。お、いいじゃないか。ありがとう。はい。ふん。え？院長？うん。びっくりした。もう一つ、花山田の民、お姉さん役なんですね。びっくりした。
だけど、はい。ありがとう。うん。だけど、うん、ちょっといい？そうか。はい。参戦後なのか。タミは。よかったら。さ、一部のラストです。ラストの章です。その中の9節。これは赤、レッド。今だんだん強くなってますんでね。気を抜かずに行きましょう。大丈夫？忘れ物。どうした、なでしこ。確かに。私、バクビになってしまいました。強いな、結構やっぱり。このようにそういったことないわ。もうスパイラルでぞ。ワン、ツー、ダウン、アッシュ。誰も怪我させません。私が手伝ってあげるわ。モーリー、アーゲ、ヨー。厳しいわね。タオルか。やった方がいいですね。行くよ。いや、死なない。こんなことでよければ。体力は弱い。こんなのどうってことないわ。私だって。倒せない。やばいやばいやばい。厳しいわね。タオルか。間違えた。行くよ。まあ倒せるけど、次が危ないな。タオルが。こんなことでよければ。タオルが。聞かない？今聞いてないよね。ああ、そういうことか。全然ダメージ与えないな。舐めないで。もうスパイラルでさ。そんなのどうってことないわ。どっちも攻撃タイプか。一丁やりますか。クリティカル。ちょっと倒せないの？嘘。やるしかないもん。助かった。厳しいわね。ついた。痛いの。行くわよ。魔法攻撃が減った。なんか変だよ。出てこないわ。厳しいわね。クリティカル。一回倒した。厳しいわね。もう大丈夫だよ。なんか変だよ。出てこないよ。負けないぜ。行きたい。倒さないとやばいかもな。はい、分かってるわよ。
石鹸は。あら、ありがとう。温泉に浸かる前に綺麗にしなくちゃ。あなた綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。これ、いい湯加減。うん、染み渡るわね。伸ばせちゃったかしら。小池じゃなかった。でも回復。どう？私役に立った？立ってるよ。減らした。まだだ。厳しいわね。結構厳しくなってきた。いや。さあ、ショーの開幕だ。どんどん行こうぜ。いや危なかった。よく25までになったからな、ヒットポイント。いろいろあった。オッケー。見たよね。とにかくの女神で。頑張るぞい。なんだあの仮面は。スノーマンブリザード、注意説。なんで来るんだここに。怒ってそう。ありふみさん。
あ、逃げます。さあ、ここまで。何これ、水車小屋かな。お、今度は人に会ってしまった。早くからちょっと援護を入れないといけないですね。行きましょう。ぐへへ。ですよね。そう、つらそう。ぐへへ。女だったのか。難しい。まだ誰も怪我させません。怪我もあるんですね。しかも一死。まあ、まずこれだろうね、やっぱり。違いますね。応援の力はすごいんです。これは痛いのよ。とはいえあまりダメージ与えられない。これ一発にやられそうだね。厳しいわね。自己回復しやがるのか。まだまだ。いくよ。こんなことでよければ。よし。こんなことでよければ。
正義の鉄槌を食ったショーの開幕だ。やめろ、相当強いぞ。石鹸は。あら、ありがとう。温泉に浸かる前に綺麗にしなくちゃ。あなた、綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。いい湯加減。うん、染み渡るわね。伸ばせちゃったかしら。負けないぜ。無理な方これ倒す。気づいたかい、僕からほとばしるオーラに食らいなさい。どうぞ皆さん私を盾に。厳しいわね。考えるのは後回し。こんなことだってできるんだよ。どうかな。負けないぜ。これも温泉の効能ね。こんなのどうってことないわ。行こうみんな。私に力を貸して。行くよ。ハラハラドキドキ。戦略ってやつだよ。サポートするわ。厳しいわね。私だって。ダメージ与えない。よし、私だって。あれ、せーので、いくよ。こりゃまたきつそう。あー、やっぱり。これいや、リタイアした方がいい。来てみよう。いつでも準備いいよ。どう？私役に立った？行くぜ。ヘイ！
ないとダメだよね。戻っちゃった。戦略ってやつだよ。負けないぜ。いくよ。そうだ。負けないぜ。一緒に頑張ろうね。これダメだったらちょっと諦めよう。ちょっとやっぱり、あ、とっておき効果で上がった。いくよ。こうなったらチアパワーを。ちょっと上がってるけど。やっぱり1万ほど回復するのか。減らすことは可能かもしれない。あれ？モーリー、アーゲ、ヨー。戦略ってやつだよ。行くぜ。クリティカル。なんちゃって。みんな大丈夫？
以上を超えた。20年代になった。残念、こっちでした。いや。477。よし。一緒に頑張ろうね。行くぜ。モリ、あげ、よ。よし。行くよ。私、役に立った？よし！にゃー！どんどん回復していく。えい！にゃー！残念！こっちでした！いっくよー！にゃーさん！一緒に頑張ろうね！超えてる。513万円じゃん。クリティカル。なんちゃって。まだ上がらない。さあ、ショーの開幕だ。少しずつ減っては来ているが、任せて。いや。みんな大丈夫？ほい。戦略ってやつだよ。えい！クリティカル！なんちゃって。あただ。え、チア！ようやく3人一度行った。行くよー！こうなったらチアパワーで！あんまりダメージ与えられない。あ？これ回復。そして、戦闘の最後。やめろ！まあまあダメージ与えられた。1万6000か。関連効果少し上がりましたが。よし！私も頑張るから！60万切った。切
気づいたかい？僕からほとばしるオーラに。よし。みんな大丈夫？え、なにこれ？なんでこんなに回復するんだ？ダメだこれ。リタイアできないのかなこれ。正直強い相手と戦った方がいい。最強メンバーで戦った方がいいな。最強メンバーってこのメンバーですね今は。で一応星落ちさあ参りましょう。じゃあ持っていきましょう。見過ごすわけにはいきません。土属性耐性私もやれますから。そうだ防御力をまず落とさないとね。どうかな効いたかな。これでどうです。気合を入れて、いざ。ミスしやすいんだ。きっと大丈夫。弱いからな、アズニア。食らえです。きっと悪さは許しませんよ。そうなんですね。痛いですよ。これ役に立ってない。行くよ。何するんですか。当たってください。いやー、よいしょ。えいやー。皆さんのやる気をアップします。コロクにチェンジしましょう。必ず勝つ。健康の敵。やるってことはこれやられるやん。いやー、コロク強いんだが彼女に対して守りもしっかりしなきゃ。きっとー。あー、じゃあこれで回復力は消えました。一気稼いに行く。これでは全然足りない。何をするんですか。怪盗ランマを立つ。お願い間に合って。逆に防御力を持っているよな。コルクやられてしまう。コルクが戻ってきてるのも問題だ。どうかな、効いたかな。まだまだ。手加減しませんよ。戻そう。よし、えいや。戻した方がいい。今は我慢の時だね。私だってやる気ですよ。なんでよくミスするんですか。サポートします。すごい技やっちゃいます。参ります。キラキラの思い出よ。ああ、待ってくれ。私の全てシャイニングシャイニング。またお願い。
早いから。努力アップ。するね。攻撃でアップするように。皆様と一緒に行きます、行きます、行きます、参ります。6279、2万だけでした。ダウンした。守りもしっかりしなきゃ。サポートします。えいやー、赤下がらない。これ。デバフ専門のそんなに強いキャラ持っといた方がいいかな。
って4800円だな。行きます。痛っ。ああ、痛っ。うまくするんやったらアズニャンに毎回攻撃させた方がいいな。容赦はしませんよ。よいしょ、気合を入れて、いざ。ここは我慢です。くらえです。今は我慢の時だね。痛いですよ。何するんですか。皆さんのやる気をアップします。よい。どうかな、聞いたかな。まだ1体も死んでないですからね。悪さは許しませんよ。3回しました。うん、ダメだな。よいしょ。よい。守りもしっかりしなきゃ。正面突破でいきましょう。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。悪くはないが、守りもしっかりしなきゃ。じゃ足りない、さっき行くよ。当たってください。今は我慢の時だね。これでどうです。私もやります。
ったかな。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。当たってください。このサポートします。私たちで頑張ろう。痛いです。お願い間に合って。助かったか、助かったか。ここまでです。何するんですか。さあ皆様ご一緒に。だけか。ないです。痛いですよ。痛いです。訓練用としかないですね。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。とっておきのやってみよう。強くは上がってるわけじゃない。1万3000円ですか。何するんですか。来て来て、思いっきり行くよ。行くよ。まあでもこのアグマに集中させた方がダメージは高いですよね。時だね。力が湧いてきます。はあ、やっ、私もやりますから。ここまで倒さないとダメってこと。サポートします。きっと。そうだよな、無理だよな。
の攻撃どうかな、効いたかな。効いたか。いや、まあ無理でしょう。手加減しませんよ。容赦はしませんよ。きっと大丈夫。まあ無理ですね。ヒントでも出てこない？いや、相当の強敵だ、こいつ。未熟じゃないわ。ノーマルでもこれだからな。ありがとうございます。すっごく助かりました。おはよう。要件は？こっちは今だけ。交渉成立。いつものか。交渉成立。交渉成立。これ結構強力じゃないですか。交渉成立。交渉成立。お、ここで消費するんだ。交渉成立。交渉成立。あ、断然コミカードですよね。交渉成立。はっきり使い切っちゃいましょう。とりあえずエトアリウムはこれ多分これしか使えないんで、2つともエトアリウムに変えましょう。交渉成立。これでよし。うん、しかし学校暮らし。そういえば、間違えた。私が頑張らなくちゃ。ゆめくりメリー行きましょう。誰かゲームの相手してくれないかな。そのメリーです。ねえねえ、でしょうね、これ確定チケットなんですね。何が出てくるんでしょうね。一
星子ちゃん確定じゃないの？次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。え、ちょっと待って、星子確定じゃないんだ。おはようございます。噛んじゃいました。え、ちょっと待った、これは星500%だよな。いきましょう。27日まで引けます。新たな出会いを。まあこれは星5確定ですよね。ラブリータルト。フルーツタルトか。誰だ？お、これはさくらいいの。新人アイドルで新人ナイトのさくらいのです。ナイト、皆さんに笑顔になってもらえるよう頑張ります。この衣装もすっごく気に入っていて、あ、でも足はあんまり見ないでください。足が売り。そうだろう。次回も頑張ります。確定チケットだから。おはようございます。噛んじゃいました。優勝星5か、これは。今264だからまだですね。これ一回だけ引いときましょう。開きますよ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。噛んじゃいました。平成だったかな。キャラクター一覧星5のみで、これで星5のキャラがまた加わりましたね。今全員で42人合成です。なんだこれ。へ、畑仕事、キララファンタジア始まります。畑仕事で鍛えてましたから強そう。応援でもらった勇気、慣れれば気持ちよくなりますから。意味深だな。キララファンタジア始まりです。おはようございます。私成長してる？後輩役でしたね。さて今の状態を見てみよう。高山遥香か。でもこれも回復キャラなんですよね。赤は遥香と、遥香は次はもうこれになっちゃうからな。物属性だけ見てみよう。こう考えるとスノーマンの人と、あと関彩乃とこの人は、この人出てるんで非常に弱い。なのでこれでパーティー組むと、あとおたぎり双葉か。星子が一つしかないから誰か一つは弱くないキャラを入れて、相手にとって弱点にならないキャラを入れてやらないといけないですね。まあ、例えばアズニャンとかこの辺のキャラとかですよね。
だからもうこの辺しかないっていうとこですね。この辺から誰を入れるか。単体に特大ダメージがあるといいかもしれないな。ソーダ U は結構使えそう。そういう意味ではちょっとあまりランプは使えないけど、一方でつまりこれ月耐性に対するキャラですからね。クリティカル率がアップするとか、ですから、まあソーダ U が結構ヒントになってくるんじゃないかなと思います。ただね、まだ武器レベルはこれからだからな。専用武器をどこまで使うかってことですよね。はい、というわけで非常に強敵のあるミジクな魔術師こちらが出てきましたが、まあ一定ターンするとフル回復されちゃうことはほぼ濃厚なので、早く倒しちゃわないといけない敵ですよね。うまく構成を工夫して倒していきたいと思います。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画と動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。